Hello there, 始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、東京大学2020年英語の公表をしていきたいと思います。まだね、どこの予備校も何にも出してないですから、急いでね、先にやります。はい、最初ね、age friendly の要約問題ですね。まあ、読みやすかったんじゃない。ちょっとね、単語的には難しい表現がちょこちょこ出てるなと思ったんですけど、論理はつかみやすいし、書きやすかったんじゃないかな。ちょっとまあ70、80字でいけなかった人もいるかなと思ったんですけど、そうですね、このね、高齢者に優しいっていう場合には高齢者だけのことをね、見てちゃダメよってね、みんながいいみたいになるところが重要よみたいなね、そんなやつですね。はい、で、次ね、それなるべくここに来たんだよね、1の B にね。So, thanks to mosquitoes that get trapped in cars. ね、get trapped. ね、そこに入っちゃう。ね、get trapped in っていうので、やれば大丈夫ですね。そのモスキートをね、そこのね、読んだ、この記事。めっちゃ書き換えられてますね。全然違うじゃん、みたいなね。そう、パラグラフもだいぶ短くされてるし、ずいぶん違ってるなと思った。はい、答えは A, D, E, C, F。はい、間違ったらごめんなさい。多分合ってると思うね。まあ、相変わらずね、この代名詞指示詞がいっぱい出てる。わざとでしょうね。はい。で、その中でも、この yet とかさ、so とかさ、so otherwise とか and とか出てますね。それだけじゃなくて、きちんと、トピックとかね、掴んで、やってほしいっていうのが、ここのパートです。はい。どうだったでしょうか。はい。ね、次、英作文ですね。非常に、大変だったと思いますね。はい。私たちは言葉を操っているか、それとも言葉に操られているのか。なんて難しい、ね、哲学的であり、もう言語学的みたいなね、非常に厄介な問題だったと思います。はい、書けたでしょうかね。はい。まあ、人間が生み出したものだからね、言葉、私たちっていうのが言葉を使ってるんだっていうこともできるし、当然ね、言葉によっていろんなね、感情が変わったりとか、まさにこう、コントロールされちゃってることなんかいっぱいあるわけじゃん。報道とかメディアとかさ、そんなんでやってもいいかなと思いましたね。はい、A、B ですね、和文英訳ですけど、かなり厄介じゃない？しかし自信ばかりで押し切っては、この押し切っては何て訳しますか？やがていつかは他人を害する立場に立つ。これもそうですね。難しい。害する立場なんて言いますか。自分たちはいつも自分たちの信念がある程度まで眉唾者だということを、はい、なんて訳しますか。お悟り、確定みたいなね、初めて寛容の態度を養うことができる、なんということだみたいなね。すげえ、これは難しいんじゃない。だから和文訳っていうのは、そのなんて書いてあるだからよくわからん、ね、日本語をきちんと直して状況を考えてですね、それを日本語を別の表現にしてやって、出してやってください。で、別に別の日本語に書き換える必要はないです。その状況を考えて、その状況を英語にしてやるってことでもできますが、とにかく今までまあ3年間ね、東大和文英訳出してきてますが、全部そういった形になってますね。この日本語をそのままやっても、ちゃんと英語にならないっていうものばかりですね。はい、続いて、リスニングに関してはまだ聞いてないからわかりません。はい。ね、スクリプトは出てるんですけど、スクリプトだけ見てもわかんないので、とりあえず来た時に、音声ね、どっかの予備校が出した時に聞いて、そこで、意見を述べたいと思います。はい。続いて、これもね、だいぶ書き換えられてましたね。で、まず、東大の正語っていうのは構造をきちんと掴むことが大事です。だから文構造を、掴んで簡単に答えが出るよっていうのが結構あるので、そこを意識しながら解くっていうのをお勧めしますね。はい。で、最初の問題は C のところですね。Fantastic stories, library characters とかね。これ、their appearance って名詞があるでしょ。で、in fantastic stories, library characters って書いてあって、これだと、ね、もう、わけわかんないですよ。名詞がボコボコあって、無理なんで、as を足してやんなきゃいけないですね。この、fantastic、この library characters ね、の前に as を入れてやってください。stories as library characters ね。元々の英文見たら、アニメイティッドキャラクターズになってましたけど、はい、アズが必要です。で、22、これはね、結構授業でやってるから、できてほしかったかなと思いますね。C の、この、it was functioned、これは無理ですね。ファンクション、自動詞で使いますか。it functioned as ですね。このファンクション as については、授業でも説明してたから、できてると思うんだよね。その、work とか、ファンクションはちゃんと押さえときなさい。トイックでも出てくるやつですね。はい。だから、この受動体と能動体の引っ掛けっていうのはよく出てきますから、きちんとそこができたかなっていうのが、ね、ポイントです。はい、次。
次23番 B ですね。これもね、よく出てくるポイントだよね。ポテンシャルロッキンじゃなくて、ロックとエンドイメージですから。はい。ED と ING を逆にする。これもまあ、お決まりのパターンですね。そして、24番はね、はい、うちの動画でももう何度もね、出てますか。竹原先生のね、解説動画に出ていますが、We are easy to forget about なんて言えないですね。これもむちゃくちゃですから、It is easy ですね。It is easy for us to forget about とかっていう形にしなきゃいけません。このね、easy とかは気をつけなきゃいけない形容詞でしたね。はい。そして、最後の段落。これも簡単です。remind us, B ね。B, remind us the spiritual value なんて言えませんね。remind, 人 of こと、remind, 人 about ことですから、remind us of か about を入れてやってください。はい。これは有名なポイントですから、絶対にできてほしいなっていう感じです。はい。ね、第4文型を取るのではなく、of や about と remind of B とかって覚えてる人が多いと思います。なので、今回のね、文法語法とかって、ね、まあ、なかなかね、書いてあることが難しい。難しくてめんどくさかったですけど、問われてるポイントは実は、簡単なものだったっていう感じになってますね。だから21がちょっと難しいんじゃない？かなり、構造をつかめたかどうか。だからどうやって直すかは分かんないけど、なんか変だなって思えてほしいかなと思います。だからちょっとレベルとしては去年ほど高くはないけれども、それでもやっぱ難しいね。特に時間がないですから、東大の英語って、苦戦した人がいたんじゃないかなっていう印象です。はい、続いて英文和訳ですね。はい、どうだったでしょうか。まあ、文自体は読みやすい。ただし、相変わらずのね、代名詞が問われていたりして、結構厄介だと思いますね。Time is a powerful force, he says, and、one that perpetually revises our values, personalities, and preferences. で、preference に因がかかって、preferences in everything っていう風に来ている。で、from music and the places we would like to go. で、ここで go で止めたかどうかですね、ちゃんとね。go to なんかにしちゃダメですよ、当然。だからこれが from A to B の形ですね。from music と places と to friendship っていう形で3つ並んでるっていうことをちゃんと気づかないといけないっていう問題でした。はい。で、preference の後ろに因がかかってる。これできたんじゃないかな。で、ただ from A to B っていうのに気づかなきゃいけない。まあ、要素の分離っていうのはほぼ毎年出題されますから、こういうポイントをきちんと押さえたかが重要ですね。で、次が、この same pool of participants ですね。ここをちゃんと指しているものを、指さなきゃいけないっていうね。あそこを示さなきゃいけないっていうですね。で、an attempt towards made ですね。ああ、そうですね。make an attempt to do ですね。こういうふうに受動態にして難しくするんだよっていうのは、これ東大特殊の授業でも言ったやつですね。もしわかんなかったら能動態に直しなさいですね。で、track down the same pool of participants ですね。前に書いてある、何でしたっけ ?1208 人の14歳の人たちでしたっけ。で、この of ほら来た。文頭にね、出てきた場合の of に気をつけろ、ね。で、of those found ですね。この見つかった participants ですね。この1208人のうちの何人かが見つかってるんですよ。何人かは書かれてないけど、その見つかった participants の中の174人が、このリサーチね、こう続けてリサーチするっていうふうにね、言ってくれたんだよってやつです。of とかね。受け身にしてみなさいとかっていうのはやってたんでね、東大特進受けてた人ね、ぜひできてほしかったな。はい。次は、While some of these characteristics remain steady over shorter periods of the participants' lives, most of them, で、この them ですね、指すものは一体なんだっていうので、まあ見てわかるよね、この後ろに。had changed markedly という形で、change ってきたり、sometimes vanishing ってね、vanish、まあ東大よくこの分子構文出すよね。できてるから、このゼムは人じゃなくて、当然キャラクタリスティックスであるっていうふうに気づかなきゃいけないわけですよ。人がバニッシュ消えちゃったらとんでもないことでしょ。変わったんだよって言って、まあそもそも全体のトピックはそうじゃない、ね、時間とともにやっぱ変わるんだっていう話ですから、はい、そこをつかめればよかったかなと思います。はい。そして大門の5番ですね。読みづらくなかったですか。読みづらいというか、何の話してんのこれっていうですね。後で出典読んでおきます。はい。まだ今ね、そこの速報のために一生懸命やってるんで、ただ見つけました。元本は。ね、で、元本はもっと難しい。全然なんか単語優しく書いてますよ、これね。はい。で、そう、何してんだかわかんないじゃんね。なんか親が、いや、出てけみたいなね、する。一体どこに行くのかもしかもわかんないんですよ。ね、わけわからんみたいなね。はい。で、まず、下線の A ですね。日本語で説明するつもり。これ、むずいよね。That they's really distinguished themselves. もう、当然、themselves が指しているのは they's でしょ。で、unless you did it for them. これ、did it とか指しているっていう、のもわかんなきゃいけない。for them って書いてあるけど、まあ、普通に考えたら、これ、they's なんですよ。だから、they's っていうのが、全然変わんない。区別できない。だから、みんな、まあね、だから、毎日が同
同じだってことです。で、その毎日は、ね、違ったものにするためにはあなたが何かしらね、行動して違ったものにしなきゃいけないっていうことです。そうだから毎日がほとんど同じみたいなね、そういう平凡な生活みたいなね、そういうことになります。はい。で、26番は、intelligent ですね。元の本を読むと、brilliant でしたけど、はい。で、これがわかるのは、下に、24ページの一番下のところに、a talent、ね、for geometry という形に出てるので、あ、ここから intelligent だっていうのがわかりますね。で、次が、まあ、これ簡単ですね。grades、成績が来てるから average だっていうのがわかりますよね。mediocre ってですね、非常に難しい単語が元になってました。で、次が I felt ですね、sentimental ですね。まあ、これは読んでいけばわかるんですけど、まあ、後の選択肢が絶対違うって、あ、E の話ね。E は、そうね、明らかにこのね、sentimental しか合わないですね。本文ではね、実際ではノスタルジックになってましたけど、なんで変えたんだろうね。別にどっちも大して変わんないね。この間若手 TV とのコラボにね、sentimental って出てきましたね。まさか出るとは。はい。で、28が、ソーラムですね。はい。私自身もこれ、すぐに quiet って書いてあって、あ、quieter than usual って来たから、あ、これはソーラムだろうなって思ったけど、イギリス人のうちのチャンネルに出てるジェイミーは、うん、フライトンでもよくねえって言ってましたけどね。はい。でもソーラムでした。本物も。はい、で、次が、メルヘム、チアフォーですね。これだ、父親がなんかウキウキワクワクって書いてあるから、29はチアフォーだっていうのは選べますね。もともとなんかね、スリルっていう単語になってましたね、もともと。あ、メイクじゃなくてギブ使ってたんですけど、もともとは。で、アワー30はアンハッピー。まあ、トラジェディーとか書いてるからすぐにわかるでしょう。で、次がオーダーですから、ね、ニートだっていうのもすぐにわかりますね。ニートはちゃんときちっとしてるっていうね。タイディーとか。並べ替え問題ですね。これは代名詞はヒントだってよく言ってましたよね。そう、だから、この C っていうのは絶対主語。Me っていうのは絶対目的語。で、は、そう、B 動詞も絶対ヒントですね。はの主語になるのは We しかいないですから。で、こういうのでめちゃめちゃヒントがいい。そして、fool人 into ing っていうのがわかれば、もうこれで一瞬ですね。She fooled me into thinking we were equal ですね。これはだから一瞬で解けました。My whole body felt emotional. この辺もね、大変だったかなと思いますけど、まあ、ね、こう、なんかこう、悲しくて、そのノスタルジックになってね、こう、泣きそうになってるってわけですよね。で、最後、内容1問題。書かれているのが E しかないんですね。喋ってる中で。他は A、C は明らかに違う。で、B は、vaguely planned とは書いてあったけど違うでしょ。で、D に関しては、hated はどこにも書いてないですね。どっか行かせるみたいな、ね、話にはなっていましたが、違うっていうふうにわかります。はい。いかがだったでしょうか。はい、駆け足でやってきましたけど、はい、どこの予備校も何の回答そこもまだ出してませんですね。そんな中、私が先にやりました。さあ、合ってるかどうかわかりませんが、とりあえずやってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.